を怒らせそうだ。ラファル、部屋を貸せ。暖炉のある部屋だ。疲れているはずだ。ちょうどいい。何も考えずに眠れ。明日は仕事がない。共に生きる相手として、人間は人間同士、妖精は妖精同士でいるのが自然だからな。お前がアンを不幸にする。邪魔者を取り除いてもらっているだけだ。どういうこと？心配か？お前はシャルが好きだものな。しかしそれならお前は彼から離れるべきだ。お前はいい。彼を傍らに置いて楽しめる。だがお前が死んだ後、彼はまた一人残される。昔のように。人間は人間と、妖精は妖精と生きるのが幸せだ。もし本当にシャルのことを思うなら、彼が仲間と生きられるように身を引くべきではないか？今のままではお前が彼を不幸にするぞ。どうして？シャル、あなたはあの親切な方ねえ。このお嬢さん、なぜか泣いているのだけど。誰もこいつが怒る理由がわからないか。ルスル・エルミ、お前もか？ええ、あまり。そうか、行くぞ。待って、教えてくれないの？このお嬢さんが泣いている理由。こいつは俺に羽を返した。ラファルは俺から羽を奪った。その意味を考えろ。大丈夫か？私、もうどうしたらいいかわからない。